そういう国を作ってるわけですよ。人工的にできないですよ。賢いやつがそういうことでちゃんとやってる。皆さん時々京都のアニメのあの火災があって、ああもうえらい時代になったな、毎日のようにテレビや新聞が報道するじゃない、焼き焦げられて、えらい時代じゃな。それはあなた方民衆に言ってるわけです。気をつけや自分たちで。そういうことのためにマスコミを使ってそういう報道を繰り返してる。おじいさんとおばあさんが家におったら、夜中に強盗が入っていて殺された、嫌な世の中やな、だからテレビのニュースでそれをドーンドーンドーンと繰り返す。気をつけなさいよと言ってるわけです。一般の人々に対して。で、中枢の日本を動かす連中はこれはまた違う。食べるものも違う、飲むものも違う、考えはもちろん違う、思想も違う。大体お分かりになるでしょう。だからタブーって話になる。こっから漏れてくる情報は一般の人が知っちゃいけない情報です。先ほど人口と言ったんですね。もう世界の人口がわーっと増えていく。そうすると皆さん、最近日本の人口が減った、これが人口減ってくるんじゃないかって聞くじゃない。減ったからいいんですよ。世界の人口がバンバン増えていくわ、魚も取れなくなってくるわ。そうでしょ。だから人口が減っていくということは、ものすごい賢いやり方やってるわけです。いつまでも人口が増え続けて世界が生きるための競争をやるんか違う。必ず戦争がある、第三次世界大戦、間違いなく。それを目指してるんです、日本は。それを、だから電子戦なんです。もう戦艦ヤマトやとか大きな航空母艦やとか大きなミサイル、そんなもんはいりませんよ。核兵器なんか持つ必要ないわね。さっきみたいに中国が核兵器持ってきたとキャッチできたら、そのための情報もちゃんと潜り込んでやってますが、打ち込んできたらこっちが電波でちゃすってやったり、ほんだら打ち込まれて日本に向かっているはずのミサイルは逆方向向きますよ。当たり前でしょ。それが電子戦ですから。だから自衛隊の人が鉄砲を持って分裂行進やってどうでもいいんです、そのものは。それは日本は持ってますよっていうことを世界に一応示すためのデモンストレーション。もちろん自衛隊の人に対しては教育やってますよ。冷めた目で見てください。さっきの話、世界人口は増えていく、日本だけなんで減っていくんや、減らなあかんですよ。やがて戦争になるから、必ず。そして日本はどういう国になるの。みんな日本に頼ってきてるじゃない。安倍総理なんてものすごいうまい仲介でしょ。後で話し合ったらするか分かりませんが、この前 G7 という先進国の7カ国の大統領なんか集まったやんか、そこへ安倍総理も行かれましたが、みんな安倍総理に頼る。トランプ、イギリスの首相ジョンソン、その他の連中とガチンぶつかってるわけです。安倍さんが全部まとめた。G20 という集まりがありました。6月の末やったんですかね、大阪で。それはすごかったですよ。道路も車も全部止まった。ほらもう大阪のやつは商売できんやないか、俺どうしてくれねえや、言うてもうぐわーっと怒っとった。それでもまあしゃあないわ。そこは日本が来たんかねとか言うとった。あの時にも安倍総理20カ国の首脳たちをバシャーとまとめたね。結局日本がなければ争いのみが起きるという時代になってる。日本が頼りやという国になる。だけど頼られてるようにならない。どうして。この前の戦争で負けましたから、この前の戦争で負けましたから、そう言ってるわけです。ものすごい前腰を低くして、だけど次なる兵器はちゃんとある。そうですね。さて、いろいろ話が積んでいって宇宙船と言いました。ちょっと資料の4ページをご覧いただけますか。4ページ。そこの真ん中に皆さんと6月でしたかね。メッセージさせていただいたときに
地球外生命あるいは地球外生命体について話をした。そして発見は近いと書いてある。これ普通の学者たちの意見ですよ。私は地球人がもう世界最高で宇宙の中で地球が違う、地球外生命体の発見は近い。この前 NHK やったか民放やったかな、日本テレビやったと思いますが、日本の、天文台のトップの人と、それから、ブラックボックスを初めて世界で見た学者がおるじゃない、その2人が約1時間夜中の11時ぐらいからでしたかね、ずっと話しましたよ。地球外生命体がおって当たり前だと、私たちが最高だと思っていること自身が問題だと、ホッケル言ってますよ。私たちは地球が中心で、これ地球や、地球が中心で周りの星は常に動いてる。こうして地球が中心や、これは天動説や、天動説、つまり地球は動かなくて周りの太陽を含めたあらゆる星が動いてる。地球が中心だ。したがってそこにおる人間が宇宙で最高の生き物であるというキリスト教のバカが考えよった、カトリックのアホンダラが。そして今から約500年前までそういう思想が当たり前で、これに反する思想を焼くとひり焼いてしまった人間の体を。だからもうみんな天動説以外は考えてはいけない、地球が中心だ、わーって来たんです今でも。それからやがて、つまり今から500年ぐらい前から地動説が出る。地動説って何や、地球も動いている、太陽を中心として地球も動いている。だけどそれだけじゃない、太陽も大きな宇宙を動いている。皆さん当たり前だね。それは地動説なんです。今からわずか500年間そこから始まった。それ以前はずっと天動説、そこでコペルニクスが出てきて、天動説は間違いだと、地動説が正しいと言った。しかし皆さん、天動説間違いだと言ったコペルニクスのことをずっと調べていくと、彼は正面切ってさっきのカトリックの坊主に言ってないです。そんなこと言ったら自分は殺されるから。まともにはっきり言い出したんだ、あれだ。それからの年月が流れていってガリレオです、続けてケプラーです。彼らが命を懸けて天動説は間違いだ、地動説が常識だって言ったんです。それを私たちは今学校で当たり前になってるわけ。よーけ命を捨ててくれたやつがおるわけよ。